皆さん、こんにちは。今日は目黒祐樹さんのことについて紹介します。まずは目黒祐樹さんの経歴とプロフィールから紹介します。1947年生まれ、東京都出身。父は戦前戦後に活躍した時代劇俳優の近衛十四郎、母は女優の水川八重子、兄は俳優松方弘樹という芸能一家。幼少期より子役として映画で活躍、学業に専念し、米国への留学時期を経て、帰国後に俳優として本格的に活動をスタートさせる。80年、米国で放送された将軍諸軍では、エミー賞の最優秀助演男優賞にノミネートされた。 NHK では大河ドラマ、国取物語、元禄太平記、獅子の時代などに出演。俳優の目黒祐樹が18日放送のテレビ朝日系、徹子の部屋にゲスト出演。目黒祐樹さんと兄の松方弘樹さんは全く真逆の性格から、不仲説や確執があるのでは？と言われているようです。不仲説や確執の理由の一因として、目黒祐樹さんと兄の松方弘樹さんは、過去にかなりの数の作品に出演されているにもかかわらず、共演したことが一切ないそうです。昭和の大スターである松方弘樹さんと弟の目黒祐樹さん、この大物2人が兄弟出演をしたら、とても話題になりそうなものなのですが、また、数々の女性関係のスキャンダルを起こしてきた松方弘樹さんですが、目黒祐樹さんは松方弘樹さんのスキャンダルをマスコミに語ることはなく、またテレビ出演した時には兄の話を振られない限り、松方弘樹さんのことは語りませんでした。晩年は何年もの回ってもいなかったようで、このようなことから、松方弘樹さんと弟の目黒祐樹さんの兄弟仲は悪く思われたようで、不仲説や確執説が出たようです。しかし、松方弘樹さんが、昨年2016年2月から悪性リンパ腫で病に倒れた後、弟の目黒祐樹さんは数回病院に赴きを見舞いをしたそうで、最後に会ったのは昨年12月10日、目黒祐樹さんが声をかけると、放映そうか、などと相槌を打ち、その後はほとんど意識がない状態が続いたことを明かし、松方弘樹さんが亡くなられた後には、兄は常に僕より遥か前を歩いていました。いつか追いつこうと思っていたけど、結局追いつけず、とうとう見えなくなってしまうのかと思うと残念でなりません。と目黒祐樹さんの自宅前に駆けつけたマスコミを前に語った言葉からは、兄弟の温かみや誰よりも俳優としての松方弘樹の背中を追い続け尊敬していたかが伺えます。不仲説や確執説などなく、ただお互いに自分自身を貫いた息をしていただけなんだと思います。松方弘樹さんの生前、弟の目黒祐樹さんとの兄弟共演はありませんでしたが、くしくも2月2日に放送される松方弘樹さんの追悼番組であるファミリーヒストリーが最初で最後の兄弟共演、幻の兄弟出演作品となります。ここからは目黒祐樹の現在について見ていきましょう。先ほどご紹介した経歴でも少し触れていますが、目黒祐樹は現在も様々な作品に出演、俳優としての実力を見せしめています。そんな目黒祐樹ですが、現在の年齢はいくつになっているのでしょうか。浮上している噂と共にご紹介していきます。まずは目黒祐樹の現在の年齢から見ていきましょう。衰えない活躍を見せている目黒祐樹ですが、2019年の誕生日で年齢は72歳になるとのことです。目黒祐樹はダンディーな雰囲気で人気の俳優ですが、年齢が古希を超えていたことには多くの人が驚かされているようです。目黒祐樹の現在について調べていると、なんと病気説が浮上していることが判明しました。目黒祐樹は毎年必ずドラマに出演しており、その活躍のスピードは、ゆっくりになっているものの現在も衰え知らずです。そんな目黒祐樹に一体なぜ病気の噂が浮上してしまったのでしょうか。目黒祐樹の病気説について詳しく調べてみると、どうやら病気説はデマであることが判明しました。目黒祐樹に病気説が浮上した原因について調べてみると、兄弟の松方弘樹が関係しているのではないかという情報を発見することができました。
後ほど詳しくご紹介していきますが、目黒祐樹の兄弟である松方弘樹、2016年から病気を患い闘病していたのです。目黒祐樹と松方弘樹は共に時代劇を中心に活躍をしていたので、おそらく目黒祐樹と松方弘樹を勘違いしてしまった人がいたものと考えられます。すでに何度もご紹介していきますが、目黒祐樹は現在も現役の俳優として活躍をしています。2018年にはドラマ、父と子の旅路に、2019年には公開予定の映画、武蔵武蔵にも出演が決定していることが報告されています。目黒祐樹の活躍は若い頃に比べると、少しスピードはゆっくりになっているものの衰え知らずです。このことを考えると、目黒祐樹は今後も様々な作品に出演し、活躍を見せていってくれるのではないかと期待が高まります。ここからは目黒祐樹の兄弟など実家の家族関係について、詳しくご紹介していきます。目黒大輝はご存知松方弘樹の兄弟ですが、実は実家の家族はかなりの大物芸能人ばかりのようです。実家の家族にはどのような人物がいるのか、兄弟である松方弘樹とはどのような関係だったのかについて、詳しく見ていきましょう。目黒祐樹の兄は松方弘樹ですが、実は兄の松方弘樹とは不仲説が浮上していたようです。不仲の理由としては、松方弘樹の生前に共演したことがなかったことが挙げられていますが、実際に二人は不仲だったのでしょうか。松方弘樹と目黒祐樹の不仲説について調べてみると、どうやら不仲説は真実だったようです。というのも、目黒祐樹は松方弘樹の生前30年ほどは交流がなかったことを明かしていたのです。しかし、松方弘樹が亡くなる3年ほど前に、関係は修復されていたようです。松方弘樹は病気、脳リンパ腫で、2017年に亡くなっていますが、遺産分配について世間は注目をしているようで、実際に遺産がどのように分配されたかは不明ですが、ネット上では目黒祐樹が遺産を相続されており、その後松方弘樹の息子に分配されたのではないかと噂されています。目黒祐樹さんの兄は俳優の松方弘樹さん、目黒祐樹さんと松方弘樹さんは血のつながった兄弟ですが、共演経験がほとんどなく、一部では不仲も噂されていたよう、実際のところ、目黒祐樹さんと松方弘樹さんの仲はどうだったんでしょうか。松方弘樹さんは1942年7月23日生まれ、1947年8月生まれの目黒祐樹さんの5歳年上、松方弘樹さんは、6歳で子役から俳優活動をしていた目黒祐樹さんとは違い、俳優を始めたのは17歳からです。5歳違いで、松方弘樹さんが小学校6歳の時、目黒祐樹さんは小学校1年生、子供の頃は喧嘩してよく兄に泣かされていたそうです。大人になってからは、よく一緒にお酒を飲んだりと仲は良かったようです。共演が少なかったのは、目黒祐樹さんはインタビューで、オファーがそもそも少なかったと話しています。オファー少なかった理由は顔が似ているからのようです。目黒祐樹さんは兄の松方弘樹さんと映画で共演した時のことについて、一度ヤクザ映画で共演した時は、兄貴はそのままの顔なんですけど、僕はめちゃくちゃメイクして、誰これ、という顔で出ることになりました、と話しています。目黒祐樹さんと松方弘樹さんは、かなり顔がそっくりだったようで、よくお互い間違われたそうです。目黒祐樹さんはあまり気にしなかったようですが、兄の松方弘樹さんは弟に間違われることもあり、僕は慣れっこだけど、兄貴が、目黒さんですか?って、僕に間違えられた時は不機嫌でしたね、と目黒祐樹さんは話しています。目黒祐樹さんと松方弘樹さんは共演が少ないため、不仲説がありましたが、実際は不仲ではなかったようです。共演が少なかったは、顔が似ていたからだったんですね。確かに、比べてみるとよく似ていますね。間違われるのもわかります。ここまで似ていると、映画やドラマの共演はしづらいかもしれませんね。目黒祐樹さんは、1974年の公開映画、ルパン三世念力珍作戦で、主演のルパン三世役で出演しています。
次元大介は田中邦衛さん、銭形警部には伊藤史朗さんが出演しています。原作のルパン三世とはイメージの大きく違う、かなりコメディタッチの作品で、作と違う理由について目黒祐樹さんは、監督とも話し合った結果、原作の通りに作るのはまず無理との判断になったと話しています。当時特に話題にはならなかった映画のようです。目黒祐樹さんは16歳から21歳まで海外留学をしていた経験があるので、英会話は得意で、会話は通訳なしででき、発音もネイティブに近いそうです。一方、兄の松方弘樹さんは豪快なストーリーの数々、決して不仲や確執はなかったのでしょうけれど、あまりに性格や生き方の違う兄弟なので、不仲説や確執説が一人歩きしてしまったのでは。兄の背中を追い続けてきた目黒祐樹さん、松方弘樹さんの他界で一番心が苦しかったのは他の誰でもなく、弟の目黒祐樹さんなのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。